こんにちはススタイリストのです今回の動画では「ニットとパーカーあなたに似合うのはどっち?」というテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています、まあ、メンズファッションにおけるトップスにおいてさまざ、あ、まなバリエーションがある中でやっぱり合わせやすいものといったらニットとパーカーこのどちらかにですね僕は収まるのかなというふうに思っていますこの2つのアイテムというのは結構使える季節も長いんですね例えば春も使えるし秋も使えますね そして冬も使うことができるので3シーズン活用することができるんですね春と秋であれば1枚で主役になりますし、まあ、冬に関してはニットやパーカーを着ながらその上にコートを羽織れば着こなしが完成するので結構あると重宝するのがニットとパーカーというアイテムなのかなというふうに思っていますただこの2つのアイテムというのは全く個性が異なるものなんですねニットの方は綺麗めなアイテムでありパーカーはカジュアルなアイテムなんですね でですのでこのこ2つのアイテムというのは似似合合いいいいいいやすすす人人ととににくい人がですね分かれるアイテムなのかなのう,ふうに思っています、まあ、こちらの動画の中でもですねニットに関してもお話をすることもありますしパーカーについても何個か動画を上げているかなと思うんですがパーカーについて解説をすると結構コメント欄で自分にはなかなかパーカーが似合わないんですよねというようなものがですね多かったりするんですね。 確かにおっしゃる通りでパーカーの方がニットよりもですね似合う人と似合わない人がパキッと分かれるのでここには注意が必要なのかなというふうに思っていますということで今回の動画ではニットとパーカー2つのアイテムを比べながら皆さんに似合うのはどっちなのかこのあたりについて解説をしていきたいなと思いますのでぜひ最後までお付き合いいただければなというふうに思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説しています もう少し中級者的なアイテムですとかコーディネートの紹介またはスタイリストの本音について知りたいという方は僕がもう一つ展開してます YouTube のメンバーシップ動画というものがありますのでぜひそちらの方をですね説明欄にリンクを貼っておきますのでチェックをしていただければなというふうに思っています はい、それではですね、具体的な解説に入りたいなと思っているんですけども、ニットとパーカーどっちが似合いやすいのか、これを決定づける2つの大きな要素があるということ、まずはここから解説をしていきたいなというふうに思っています。まず1つ目は年齢ですね。年齢によってやっぱり似合うものって変わってくるんですね。10代、20代の頃であれば、カジュアルなものが似合いやすいですし、 ある程度年齢を重ねていけばきれいめの方がですねバランスが取りやすかったりするんですね。この基準というのがですねニットが似合いやすいのかパーカーが似合いやすいのかそこをですね大きく分けるのかなというふうに思っています。あともう一つの基準がありましてそれはですねご本人のキャラクターというものなんですね。 人柄というところで見てもいろんな方がいらっしゃるわけなんですがもう本当にばっくりと2つに分けるとしたら結構真面目なタイプの方とあとはですね明るくて陽気なタイプの方この2つにですね分けることができるのかなというふうに思っていますでこのキャラクターによっても似合う服というものが結構変わってくるんですね例えばすごく真面目な雰囲気の銀行員の方だとか政治家の方がめちゃくちゃカジュアルな服だとか派手な色使いのものってやっぱりマッチしづらいんですね 一方で明るい雰囲気の芸人さんが全身真っ黒の虚無なしだとか あまりにベーシックすぎるスタイルだとなかなかですねその明るさだとか雰囲気とマッチがしなかったりするんですねですので芸人さんを見ていても割と華やかな着こなしをしている方が多いかなと思っていますこのように本人のキャラクターとファッションってリンクするんですねですのでこのキャラクターというものによってニットが似合うのかパーカーが似合うのかというところも変わってくるかなと思うのでその点はまず最初にですね頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています続いて今度はですね僕が実際にニットに着替えながら どういう人にニットがあるのかというところについて解説をしてみたいなというふうに思っています。 はいここからはですねそれぞれのアイテムについて実際に着ながらどういう方に似合いやすいのかというところをお話ししていきたいなというふうに思っています僕が今着ているのはですねシンプルな丸首のニットになっていますねそして厚みなんですがこれはですね中肉厚といってそこまで厚すぎずかといって薄すぎないですね中間的なボリューム感のものになっていますまあこういったニットというのはですね結構いろんな方に似合いやすいので あまり年齢を問わずにですね、使いやすいアイテムなのかなというふうに思っています。もちろん10代、20代の方も似合いますし、30代、40代、50代の方でも、こういったニットであれば結構ですね、似合いやすいのかなと思っているので、まずニットとパーカーで迷ったら、僕はですね、軸足はニットに置いておくのが間違いのない選択なのかなというふうに思っています。そしてニットといっても様々なものがあるんですね。例えばカラーバリエーションで言ったら、 ブラックですとかネイビーですとかグレーですとかホワイトですとかこのあたりはかなりベーシックなのでいろんな方にですね似合いやすいかなというふうに思っています一方で今僕が着てるようなベーージュだだだととととかかかブラウンだとかあとはカーキだとかこういった曖昧なカラーというのは誰にでも似合うというものではなくてある程度ファッションが好きな方だとか30代から40代前半であれば合わせやすいかなと思うんですね 一方で40代後半ぐらいになってくるとこういった曖昧なカラーを着てしまうとちょっと全体的にくすんだ雰囲気になりがちなのでちょっと注意が必要なのかなというふうに思っています一方でもうちょっと鮮やかな色ですねロイヤルブルーですとかレッド系だとかむしろこういった鮮やかな色というのは結構40代後半以降の方の方が似合いやすかったりするんですね色にある程度主張があっても渋い雰囲気と結構マッチしやすかったりするので 年を重ねれば重ねるほど鮮やかなものだとかちょっと綺麗な雰囲気のものは逆に似合いやすかったりするので年齢によってニットもですね似合う色というところは結構変わってくるのかなというふうに思っていますそしてニットには厚みの違いというところもあるんですね薄くて目が細かいものと厚みがあってざっくりと編んでいるものでは全然イメージが変わってくるんですね前者の薄くて目が細かいものに関してはニットの中でもかなり綺麗めなものになるんですね 一方で後者のちょっとざっくりめのニット僕が着てるものもどちらかというと後者の方なんですけどもこういうものの方がカジュアル感が強くなるんですねこれも厳密に言うと似合いやすいものと似合いにくいものがあるんですね目の細かいハイゲージのものに関しては年齢を重ねた大人の男性の方が似合いやすくて今僕が着てるようなちょっとざっくりめのニットしかもですねサイズ感が少しゆとりがあるものに関しては20代後半から30代40代前半までの方が似合いやすいのかなというふうに思っています やっぱりここにおいてもカジュアルなものの方が若い方が似合いやすくてきれいめなものの方が大人の男性に似やすいという法則があるので頭の片隅に置いていただければなと思っています。 あとキャラクターもそうですねニットに関しては真面目な雰囲気の方とあとは結構明るい雰囲気の方このキャラクターによってそこまで大きく似合いやすさというところは変わらないんですが真面目な雰囲気の方であればまずはですねブラックネイビーグレーホワイトのようなベーシックカラーの方が似合いやすいかなと思いますしちょっと明るい雰囲気の方であれば鮮やかな色合いだとかトレンド感のあふれるですねベージュですとかブラウンですとかあとは乾きですね こういったものを着こなしやすいのかなと思いますのでその点も頭の片隅に置いていただければなと思っています続いてパーカーに着替えててみたいいいと思います、はい、続いてパーカーカについて解説をしてみたいなと思っています、まあ、こちらのパーカーの方が似合う似合わないがですねパキッと分かりやすいんですねニットの方が万能選手かなと思うんですがこちらのパーカーの方がやっぱり元々のイメージというのがかなりカジュアルですね特に僕たち30代40代の世代にとってはパーカーというのは 学生の頃に来たようなイメージだとかあとは部屋着のイメージが強いので そういった先入観で見てしまうことが多いので意外とですねハードルを高く感じる方も多いのかなと思っていますで結構この先入観って大切でそれがあまりに強すぎると旗から見た時にどんなに似合っていたとしても自分の中で否定してしまうんですねなんか違和感があるなとかなんかしっくりこないなという気分があると第三者から見た時に素敵に見えたとしてもやっぱりですねどこかしっくりこないまま着なくなってしまうんですねですのでこの先入観というものはですね意外と馬鹿にできない なといいう,うに思っています僕の中にも実はそのイメージというものは強くあって大人と呼べる年齢になってから僕はパーカーをよく着るようになったのは今から5年ぐらい前だったんですけどもそれ以前まではですねパーカーカはまず着るようななことがなかったんですねですがその当時シーグリーンというブランドがありましてそこがですね大人に似合うようなパーカーを作ってそれを着た時に僕の価値観がガラリと変わったんですね。 このように実際に肌に触れて経験してみないとなかなかですね基本的なな考え方ととといいいいううころは変わりににくいのかなというふうに思っています。その辺りも理解しつつこのパーカーというアイテムは10代20代はもちろん似合いやすいですしあとは30代も OK かなと思いますそして難しくなってくるのは40代中頃なのかなというふうに思っています それ以上の年齢の方になってくるとやっぱりですねパーカーがカジュアルすぎてなかなかしっくりこないという方が一気に増えてくるかなというふうに思っていますですので年齢というところで一つの区切りがつけやすいかなと思うんですが40代50代であってもかなり若々しい方もいますし一方で30代であっても結構老けて見える方もいたりするので若々しく見えるような方であれば40代後半以降の方でもパーカーを着ても全く問題がないのかなというふうに思っています あとはキャラクター。これも結構重要ですね。もちろん30代の方であればパーカーは似合いやすかったりするんですが30代の方でも結構真面目な雰囲気の方がいきなりパーカーを着ると雰囲気がマッチしないんですね。 でですので皆さんの人柄というところを確認しながらちょっと自分のキャラクターには合わないなという方は無理してパーカーにトライをする必要は僕はないかなというふうに思っています一方で40代後半以降の方であっても明るい雰囲気の方でカジュアルなものが似合いやすい方もいらっしゃったりするんですねそういう方であればどんどんパーカーにトライをしてみるのも良いのかなというふうに思っていますそしてパーカーにもですねいろんなバリエーションがあるんですね 無地のものもあればプリントの入っているものもあるかなと思うんですがやはり僕たち大人世代であれば基本的にはですね無地を合合わわせせた方が間違いいいいななく合わせやすすかなという,ふうに思っていますあとは色に関してもですねさまざまなバリエーションがありますがブラックですとかネイビーですとか僕が着ているようなダークグレーこのあたりを選んでおけばですねまず間違いなくいろんな方に似合いやすいかなと思っています。 パーカー自体がかなりカジュアルなので色選びにおいてはあまりですね遊びを出さない方が僕は似合いやすいかなと思っていますこのあたりにおいては30代であっても40代であっても選び方の基準は大きく変わらないかなと思うので頭の片隅に置いていただければなと思っています そして30代であれば僕のようにですねパーカーをメインにした着こなしも合わせやすいかなと思うんですが40代に入ってからはですね単体で使うよりはこの上にコートを着ながらですね重ね着の一部として使うぐらいが僕はバランスがいいのかなというふうに思っていますパーカー自体がカジュアルでも綺麗めなものとミックスすれば意外と使い勝手が良かったりするのでそのあたりも頭の片隅に置いていただければなと思っています はいといととうことで今回の動画では「ニットとパーカーあなたに似合いやすいのはどっち?」というテーマでお話をさせていただきました。 まあニットの方が万能なんですけども色だとか生地の厚みによって似合いやすさというところは変わってくるということそしてパーカーにおいては似合う似合わないが結構分かりやすくて年齢ですとかご自身のキャラクターを加味しながらこのあたりは選んでいただければなというふうに思っています今回はニットとパーカーというものを例に出しながらお話をしましたがこれは様々なアイテムに共通することなんですね 例えば、ジーンズとスラックスというアイテムがありますが、この2つもですね、結構対極にあって、似合う人と似合わない人が分かれるんですが、やっぱりこのあたりにおいても、年齢とキャラクターというところが大きく関係してくるかなというふうに思っています。ですので、今回の動画を参考しながらですね、改めて皆さんご自身の年齢だとか、キャラクターに合うものはどんな服なのかというところをですね、ぜひ考えてみていただければなというふうに思っています。以上、スタイスソシュンもよしゅうでした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。